どうも、エルザです。それではポケットモンスター冠の雪原やっていきたいと思います。ということで、無事ダウンロードもできたので冠の雪原やっていこうと思うんですが、前回と同じようにパスを手に入れてという感じだね。で、伝説のパスてか伝説ポケモン出るんだよね。どんな感じでいこうかな。新しいポケモンも出るらしいんだけど、まあちょっとね、話見ながら変えていこうかなと思ってるけどね、ポケモンはね。まあでも何しよっかな。今のところはこれでいくか。あー、ゼラオラ使いたいね。もうね、久々すぎてね。ゼラオラは使いたいな。あ、やっぱこの人か。んじゃ、冠雪原駅行きましょう。あ、下なんだ。あ、しかも結構でかい。冠雪原。おお、君って冠雪原初体験でしょ。私ここいらでポケモン生態を研究してるんだと。最近冠雪原に古代のポケモンや珍しいポケモンが現れてさ、ポケモン図鑑アップデートするから一緒に調査してくれない。はい、ありがとう。やったね。そうでね、伝説のポケモンめちゃくちゃ連れてきたかったのよ。なんだけど、そのデータ上がった 3DS がね。まあそれはお湯話そうか。うわー、雪だねー。もう親父しつこいし、ついてこないで。いい加減ほっといてよ。私、マックスダイスワナでダイマックスアドベンチャーするの。珍しいダイマックスポケモンといっぱい戦うんだから。ダーハハ、心配しなくていいぞ。そんなところでもっと楽しい場所があるんだ。イケてるパパと一緒にいっぱい楽しそうな。あー、大人の目線で見たらいいお父さんやなって思うけど、子供からしたらうざいやろな。超ありがた迷惑なんですけど。あれはガン虫でいいのかな。まあそういうわけにいかなさそうだね。もしもし、しかとぶっこいてないで、いかないでよ。もう一回すると、ああ、ダメ。はいはい、もう会話ね。いや、聞き分けが悪いと、あれだぞ。大声出しちゃうぞ。け、それはマジ勘弁。もしもし、そこの少女を、しつこい親父に絡まれて困ってるの。助けてちょうだいよ。めんどいからいいや。嘘、そんなことある。超悲しいんですけど。ダハハ、むやみに首をつかまない。賢明な判断だよな。で、やっぱダメなんだね。いや、そう言われると。ああ、じゃあ、あれか、回答は一緒か。
はいはい、助けるよ。マジ、じゃあ親父の相手よろしくね。おい、ジョーちゃん、事情も知らずに首突っ込むとは感心しねえが、まあお前さんのタンスはそこの娘も納得する。俺の名はピオニー。じーっとばかし強いから覚悟しろい。あら、チャンピオンの存在を知らないと。白い歯が目立つねこういうタイプ本気でやったら危ないタイプだよね。あ、元ジムリーダーに喧嘩売るとは大したやつだな。いけるかな。お、白髪のおじちゃん、確かに雪山に登ってる人とか髪白いイメージはあるな。久しぶり。やっぱ頑丈か。当たらなければどうってことない。2体だけか。あんまし自分で強いとか言うもんじゃねえな恥ずかしいね。だーはは、マスカ若造にコテンパンにされるとはな。愛おしの我が娘、シャクちゃんがいいね。本当に娘、本当に親子。おうよ、それ以外にどう見えるってんだ。久々の親子水入らずの家族旅行に来てたんだが、見知らぬトレーナーを取り逃げれた。さすがシャクちゃん、パパへの愛情の裏返しだな。だははは、そうですね。そういう無性なんだよ、ど愛らしいだろ。でもあいつがいねえと、せっかく考えた伝説の探検ツアーが始められねえ。そういやシャクちゃん、マックスダイスはな、ここに行きたいとか言ってたよな。パパに追っかけてほしいんだろうな。おお、きっとそうだぜ。うわー、ポジティブすぎるな。ちゅうわけで俺は行く。いい勝負だったぜ。じゃあな、ポケモン強いジョーちゃん。なんかだいぶあれだね。まあ元気な人だな。結局5匹で移動にするか。マンムーね。シルッといるのか。ちょっと君、あれあれ、今確かにモンスターと当たったような気がするんだけど、気のせいか。ここが噂のマックス大スワンだな。我が娘は今頃この中で珍しいダイマックスポケモンとキャッキャしてるつうわけか。さっきのお前さんも一緒に来てみろよ。おっしゃー、パパも今行くぜ。待ってろ、シャクちゃーん。やっぱやばそうだね。あ、消えた。またちょっとじっくり捕まえるか、後でね。
マックスダイスアナ、あの困ります。なんでだよ、うちの可愛いシャクちゃんが中にいいんだろ。それはそうなのですが、だから俺もアドベンチャーすんだって。今する、すぐするぞ。ですから許可できません。ぐぬむ、さっきのジョーちゃん来てくれたんだな。どうしました？どうもこうもねえんだが、ドウルセイ研究員が邪魔してきてよ。誰がうるせえ研究員ですか？あなたが説明を聞いてくれないからでしょ。ダイマックスアドベンチャーは危険と隣り合わせですから。だー、そういうまどろっこしいの苦手なんだよ。はあ、さっきからこの繰り返しでして、もしお知り合いでしたらあなたが説明を聞いてくだされば一緒に入っていただく形で許可できます。頼むぜ、あちらの説明聞いて一緒にシャクシャン探してくるよな。説明か。マックス鉱石、あー100、200、あー夢特性に変えれるやつね。これ夢特性に変えてさ、問題は、そうよ、問題は卵とか羽化で使えるのかどうかだよな。はい、聞きまーす。それでこそ相棒オンに切るぜ。いつ相棒になったのか。マックスダイスアナ、もう言いにくいわ。ガラル地方で見ることができない珍しいポケモンも生息している。地下迷宮、はいはいはい、ダイマックスアドベンチャー。あー、キラキラがここでは見せるんだね。4人でチームを組んで謎に包まれたマックスダイスアナを探しましょうと。巣穴の奥深くには伝説のポケモンが待ち受けています。ダイマックスアドベンチャーではポケモンをレンタルして進みます。はじめに一緒に進むポケモン1匹ずつ選びましょう。巣穴の中には分かれ道があります。みんなで道を決めて進みましょう。途中にいるポケモンとはマックスレードバトルで戦います。はあ、捕まえたポケモンを手持ちと入れ替えてさらに奥まで進んでいきましょう。ウィアさんの手持ちのポケメンですとガラル粒子に反応して暴走する可能性がありますので、粒子の影響を抑えられるポケモンを用意しております。ん？つまりあれだな、4人の俺が暴走すると完全安全にレンタルされて皆さんの珍しい可能性が、もう全く違うね。全然違います。危険な場所なのできちんとルールを覚えてください。よくわからねえけどそういう場所なんだな。よっしゃ、俺には難しい未定だから勝手に入らせてもらうぜ。あ、結局入るのね。あの人一体何なんですか。顔はローズ院長にそっくりなのに、おお、まさかローズ院長の弟じゃないよね。まあそんなわけないか。あの人を追いかけるためじゃないですけど、ダイマックスアドベンチャーをするなら私に声かけてくださいね。へえ、じゃあ、一匹だけならなんだ。あ、出発する。はいはい。うん、一人でね。誰を連れていくかね。はい。自分の好きなポケモンっていうわけじゃないんだ。水、ん？水の伝説って言ったらもうあいつしかいないよね。マジか。そうか。
水か。さあ夜の服。なるといいんだけど、まあとりあえず、夜のずくゲットだね。そういう感じなんだ。このまま進む。手持ちね。ああ、幅も微妙なんだよな。まあ、行くか。電池虫っぽいけどね。バックパッカーに出会った。よかったら道具を分けてあげる。どれがいい？気合のたすき、白いハブ、物知りメガネ、ノーマルジェル、光の粉。これは、大変だ。これ大変だね。マジか。こんな手間かかるのか。ああね、ダイマックス使えなくなるのか。ああ面白いね。捕まるのか。電磁虫ゲット。そうなのよね。水タイプでしょ。すごい綺麗な、この奥めっちゃ気にならない。あれ実か。はあ、人か実か。雪のやばそうだな。そういった意味では回復選ぶのもありなんだね。あ、起きたね。さあボールチャンス。まあでもなんだろうな、ダイマックスのイメージがさ、前回とかまでのイメージだったけど、これだったらまだ回数が多いだけって感じだね。さあオクターンを捕まえたぞ。このままやっぱ入れ替えるよね。で、木の実ゲット。はあ、回復なんだ。あ、それでかいね。さあ、水の伝説といえば。どっちだ？ああ、水くんか。あ
あのね、水君か海王がどっちかなと思ってて。熱いね。一発で水君か。これ厳選する人いるだろうね。厳選する人いるよ、絶対。ああ、やはり強いね。さあ、水君撃破。さて、水君か。ボールどうしよう。めっちゃ悩むじゃんこれ。レベルヘビーラブ、どうしよう。ウルトラボールにしとくか。ウルトラボールではないんだけどな、パッと見ね。これボール、そうだね。ウルトラで行こう。どうかな、イベント戦っぽいから捕まるような気はするんだけど。よし、ゲット。ポケモンを一匹選びましょう。そういう感じなのね。おー。
プレッシャーね。防御低いけど特攻。あー、ちょっと待った。ワンパック。ちょっと微妙な感じはするんだ。まあいいか。おい、スイ君連れて帰ろう。あー、で報酬がもらえるわけね。あれ、あなたってダイマックスアドベンチャーしに来たの？えー、やだ、超気が合うじゃん。シャクヤ。私はシャクヤ、よろしくね。そっちの名前は？エルザだよ。エルザス。エルザだよね。スではないな。超名前似合ってるじゃん。親に感謝じゃん。てか親父も来てんの？私見てないから迷って入り口戻ってんじゃん。あ、さっきは親父のおとり使っちゃってごめんね。超しつこくてさ、あの後大丈夫だった？え、あの親父に勝ったってど。強いんだ。バカンス中とはいえ、あの人元ジムリーダーなの。親父といえば今回の旅行、やけに張り切っちゃってさ、私とこの辺りの伝説を巡るガチな探検ツアー考えてるみたいなんだけど、年頃の娘としては親子二人でそういうの。ちょっと恥ずかしいっつうか。まあ、その年頃はね。そもそも、私もダイマックスしたポケモンと戦いたいのよね。超でっかいポケモンと勝負する快感。勝負する快感。想像するだけで、うんふん。好きなんだね。あ、そうだ。エルザくらい強かったらさ、私の代わりに親父の探検ツアーに付き合えるっしょ？困ります。困りますって。大丈夫、大丈夫。親父、ああ見えて面倒見いいし、さすがにあんなウキウキの親父一人にするのかわいそうだしね。あなたをもしかすると伝説のポケモンに会えるかもだし、私はマックス第1話の遊び尽くしたら合流するってことでさ、二人で先に伝説巡っといて。伝言とかもろもろ親父のことお願いね。厄介ごとに絡まれたな。おーい、なんかやばい状態だね。ということで、今回はここまでにしたいなと思います。まあそうなるよね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃまたね。